中2対2の状況だったので判断は難しかったと思うんですけど ね、 そうですよね。ショートカウンターガンバ折り返し た、 たさあここで泉翔だ。2点目を奪ったのはガンバ大阪。まあ、1点目取った後もテンポを上げて本当にこう2点目取りに行くような、ね、攻撃ってなされてましたし、そうですね、まあ、長谷川監督のゲームプラン通りでしたね。なるほど、狙い通りのショートカウンターからの2点目、最後決めたのは泉沢。また大瀬徳選手のポジショニング、何とかこう橋本選手の裏を狙うような、ね、そうですね、ところもありましたので、しっかりと裏を取れているような場面もありましたから、はい、あとはこうクロスが合ってくればやっぱこう得点きますよね。